フォーミダブルはイギリス海軍の全土級戦艦、フォーミダブル級の一番艦、イギリス海軍でフォーミダブルと名付けられた3隻目の艦船である。また、第一次世界大戦で敵の攻撃により撃沈された2隻目のイギリス戦艦である。1898年3月21日寄港、同年11月17日浸水、1904年10月10日に、 ポーツマス交渉で収益し、地中海艦隊に加わる。1904年にはマルタで修理を開始し、それは1905年4月まで続いた。1908年4月には海峡艦隊に移され、同年8月17日にチャタム交渉で退役し、修理を始めた。1909年4月20日には、再収益し、本国艦隊の第一戦隊に加わり、 ノアに配備された。同年5月29日には大西洋艦隊に移った。1912年5月には主要な上院が削減されて、本国艦隊第2艦隊の第5戦艦戦隊に編入され、再び配備されたノアで1914年8月1日の第一次世界大戦勃発まで過ごした。第一次世界大戦が始まると、フォーミダブルと第五戦艦戦隊は、 ポートランドを基地としてイギリス海峡守備のため海峡艦隊に編入された。1914年8月にはイギリス遠征軍を無事にフランスへ送り届けた後、フォーミダブルは1914年8月25日にポーツマス海兵大隊のオーステンデーへの輸送に従事した。1914年11月14日、フォーミダブルや他の第5戦艦船隊の艦は、 ドイツ軍のイギリス侵攻が起こりそうであったため、シアネスに配備された。第5戦艦戦隊は、弾艦級戦艦からなる第6戦艦戦隊と交代し、1914年12月30日に、ポートランドへ移った。1914年12月31日、海峡艦隊司令長官、ルイス・ベイリーの指揮のもとで、第5戦艦戦隊は、ポートランド島沖で、 砲術訓練を行った。軽巡洋艦トッパーズとダイヤモンドがそれを支援した。訓練後の夜、潜水艦の活動が報告されていたにもかかわらず、艦隊は海上に止まっていた。海が荒れていて風も強まっており、潜水艦による攻撃は難しくなっているだろうから、潜水艦は重大な脅威とは考えられなかった。1915年1月1日2時20分。 ポートランドビル沖スタート岬から20回離の場所で、船体の最高尾を10ノットで航行していた、フォーミダブルの左舷の第一ボイラーに、ドイツ潜水艦 U-24 の発射した魚雷が命中した。海岸まで持っていけば助かるように思われたが、2時40分頃に、フォーミダブルは、右舷に20度傾き、艦長ノエルロクスリー大佐は艦を放棄する命令を出した。 暗闇と悪化する天候により、乗員の体感は困難であった。小型のボートの中には海面に逆さまに投げ込まれたものもあった。3時5分頃、2本目の魚雷がホーミダブルの右舷に命中した。30フィートの大波の中で、ボートが下ろされたが、そのうち1隻はすぐに転覆してしまった。2隻の軽巡洋艦が横に近づき、悪化する天候の中で、 どうにか80人を救助した。4時45分にはすぐに転覆しそうな状況になり、その数分後に多くの乗員を乗せたままホーミダブルは転覆し、急速に沈没した。ロックスリー艦長は、フォックステリアのブルースと共に環境に残り、乗員の体幹を監督していた。ベリーヘッド付近の荒れた海で、ブリックサムのトロール漁船プロビデントはイ隻の、 小型ボートからそれが沈む前にフォーミダブルの乗員71人を救助した。2隻目のボートには70人が乗っており、沈没から22時間後に海岸から発見されて48人が助かった。フォーミダブルの沈没による死者は780人の乗員のうち艦長を含む主幹35名と他512名であった。フォーミダブルは 第一次世界大戦で失われた三隻目の、そして敵の攻撃により撃沈された二隻目のイギリス戦艦であった。ホーミダブルの残骸は軍事遺物保護法により指定され、管理されている。なお、ブルースの遺体は海岸に流れ着き、ドーセットのアボットベリーガーデンに埋葬された。ありがとうございます。